こんにちは、旅っぽ学生支部の里子です。今日は広島のソウルフードお好み焼き屋さんについて調査していきたいと思います。広島でおすすめのお好み焼き屋さん教えてください。はい、流れ川にある八丁のお好み焼き屋さんです。八丁ですね。とにかくお好み焼きだけはもう間違いないんで、この辺だったら星田っていうところが結構美味しいですね。ニンニクが入ってちょっと味が強めな美味しいお店。みっちゃんです。外はカリカリで中がふわふわのところがとても美味しく感じます。みっちゃんっていうお好み焼き屋さんが美味しいです。八丁堀、八丁堀にもあります。姉妹ですね。姉妹、はい、感じで普通にお姉さん。そうです、そうです。新築リンですかね。麺のバリエーションがとっても豊富で、まあ、その日の気分によって選べるんでめっちゃおすすめなんです。東広島に五右衛門というお店があるんですけど、ここすごくおすすめです。おすすめはカワソウです。これもうシンプルにカワソウ焼きっていうのがあるんです。はい、シソが印象的でしたね。なんか香りが高くて美味しいです。レイちゃん、あーなんかエビイカ入りとかよく頼みます。ある三宝さんが美味しいですよ。ちっちゃいお店だけど、すごいいつも人が多くっていい匂いがします。富士菜の佐々木飲食店で青のシーフードが入ってるやつです。とし野屋です。としの屋のお好み焼きは府中焼きといって、黒がパリパリしてて白がふわふわでおすすめのお好み焼き屋さんです。中焼きの、しのやというお店ですね。ミンチを使っておりまして、これですね。で、外はパリ、中はふわっというところが非常に美味しいかと思いますね。基本の肉玉そばにトッピングイカ天とイカとエビが入っています。美味しいですか？麺が表面パリパリしてて、で中はふわふわって感じです。ごちそうさまでした。今日お邪魔したのは広島で一番人気のお好み焼き屋さん、みっちゃんさんでした。今日私がいただいたのは一番人気ボリューム満点のスペシャルそばだったんですけど、他にもたくさんのトッピングがあっていろんな味が楽しめると思うので、広島にお越しの際はぜひちらみちゃんさんにお越しください。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。